今回はシーバス釣りの釣果を劇的にアップさせるテンション抜きリトリーブです。通常のねリトリーブの際の張り方がイメージです。こんな感じですね。これが通常のラインの張り方がこのイメージだとします。テンション抜きリトリーブはこういうイメージですね。こういう抜けた感じです。テンション抜きリトリーブのメリット、バイト数が掛け算になります。しかも口の中にもうラインがたるんでるんでスパッと張りやすくなるんで当然ヒット率も上がります。自分もですねこのテンション抜きリトリーブもう今から15年以上前の話なんですが、ロディオクラフトの森田さんにもうどれだけ釣り負けたことか、小桃で当時。それでこれは覚えなきゃいけない釣り方だなと、そこでもう僕もテンションリトリーブ覚えたんですが、絶対マスターはいいです。釣果バイト数はもう掛け算です。デメリットも当然あります。